地域の人に愛されてきた上田市のスケート場が39年の歴史に幕を下ろしました。それぞれの思い出を胸に最後の滑りを楽しみました。標高980メートルにある市民の森スケート場。最終日の昨日、リンクにうっすらと雪が降り積もりました。吹くんだな。ちょっと寂しいですよね。始まれば終わるんで、どこも終わりはあるんで、しょうがないです。およそ30年にわたってリンクを整備してきた菊池智夫さん。いつもと変わらない作業も今日が最後です。朝の仕上がりの表面としてはどうですか？最高じゃないですか。最高、はい、これでお客さん待つだけです。午前9時、最終日の営業が始まると、続々と親子連れが訪れます。やっと子供がね、楽しめる年齢になったので、ちょっとなんて言うんだろう、寂しいというか、残念です。とても。もっと行きたかったね。こうやって外で滑れるところってなかなかないので、これが最後なので、いい思い出になればいいかなっていうふうに思いました。早速リンクの感触を楽しむ男性は、ここができた年の同い年なんですよ。来るまでがもうなんかいろいろ思い出をなんか巡らせてきましたね。1985年に開業し、今年で39年。上田市や東御市の小学生にとっては、スケート教室のリンクとしても親しまれてきました。今日最後だから来たいって言うから。ご自身も小学生の頃滑ったリンクに、お子さんが滑る。ねえ、すごいことですね。なんかちょっと感慨深いですね。ここ最後なのは、寂しいけど、今日最後なんで頑張って滑りたいです。世代をまたいでじゃないですけど、一緒に滑れるっていうのはすごい嬉しかったですけどね。思う存分滑っていきたいです。開業当時は活気にあふれていましたが、施設の老朽化が進み、利用者は年々減っていました。嬉しいですね。一日無事に滑っていただければありがたいです、じわじわ来るんじゃないですか。多くの人に惜しまれながら39年の歴史に幕を下ろしました。